しゃ。はい、11月3日なんで、今日は特撮で、俺にとってはまずね、これ映画の前売り券が、まあ、発売してたんですけど、今日はね、あれなんですよ、なんてやっけ、プレミア前売り券だっけ、これ特典付きのやつで、フルボトルか、なんかぶっ飛ばすハローのメダル、どっちか選べるやつ買ったんですけど、俺はね、こっちしました。これね、これあれだよね、エグゼイドのフルボトルだよね。エグゼイドの夏の映画でビルドが成分取ったやつですね、これ。うん、まだ刺してないです、開けてもないです、未開封です。ただね、ここに非売品って書いてあるからね、売ってませんよ。これと、あとこっち、こっちですね、レジェンドライダーのフルボトルが、エグゼイドとダブルですね。これ多分違うやつなんだと思うんですけど、これとこれはね。こっちに、ドクターとゲームなんで、そうそうそう。で、俺これガヤメモリかと思ったらね、探偵と USB メモリ。まあ USB メモリなんだけど、ね、そうそうそう。この二つが出てたからね、買ってきました。そう。で、おそらくこれは、レベル2のやつだと思うんですけど、今、ローソンのロッピーでレベル1のね、フルボトルのやつもあった気がした。確か、ありましたよね。それも買おうか。多分これレベル2だと思うんで、まだね、音声確認しないんですけど、とりあえずね、ゲットできたということで、全国に4万個って書いてあったからね、なんとか書いてよかったです。というわけでね、フルボトルか、ほぼ。あと映画のマイル券ですね、買ってきたという動画でございました。こっちね、レビュー音声また次違う動画でやりたいと思います。他のまでやれてないんだけどねやります。ということで見てくださってありがとうございました。じゃあ。